はい、今回はプレイステーション5のコントローラーですね。まあパッと見ね、デュアルショック4と似てるんですが、ついにデュアルショックの名前を捨ててデュアルセンスですね。センス、いやー、いよいよデュアルショック捨てちゃいました。でも頭文字は DS のままですね。対応機種はプレイステーション5ですね。型番はこちらに書いてあります。まあワイヤレスコントローラーになってますが、どうでしょう、より感じるゲーム体験を。なるほど、ハブティックフィールドバック、フィールドじゃないや、フィードバック、アダプティブトリガーとかね、内蔵マイク、マイク内蔵になりました。快適な操作性といったところがポイントでしょうか。ちょっとね、カタカナが読みにくいんですけどね。いや、まずね、箱がでかいですね。デュアルショック4時代と比べてもかなり大きいです。2倍にはなってませんけどもね。まあだからといってコントローラーそのものが2倍になるわけないんですが、ちょっと一回りぐらい大きくなったと言われていますよね。では開けてみたいと思います。本体ないんですけどねお、ダンボールですよ。パカッと、おー、入ってますね。他にはないですね。取説の他には特にケーブルも入ってません。まあ値段的にはですね、なんだろう、プロコン、スイッチプロコンよりも安いんですよね。こんだけ多機能になっているんですが、さあ持ってみました。まあ重さ的にはそんなにね、デュアルショック4とは変わりません。掴んでみました。ああ、まあ普通にね、デュアルショック使ってきた方ならば問題なく手にフィットします。あ、光りました。こんなところにライトバー、これがマイクですね。マイクを搭載してますんで、まあシャットしながらも簡単にできそうです。で、ここにもね、コネクターがあります。で、スピーカーもありますね。まあ、握った感じですね。ちょっと一回り大きいので、スティックからね、こう、人差し指までが若干張りますね。で、ここ、あ、なんかこう、滑らかですね。なんだろう。適度な摩擦があります。タッチパッドですね。デュアルショック4から引き続いてありますね。そしてソニーのロゴが見える上側ですが、タイプ C のコネクターと LR 系のね、ボタンがあります。L2、R2 はね、トリガーになってますね。いやー、なかなかね、こう、今までとはちょっと変わってきていますね。ただまあ、これだけ触ってるだけだと、従来のデュアルショック4と何ら変わってないように見えます。そしてザラザラしてるなぁと思ったのはですね、実はちゃんとプレイステーションのね、トレードマークにもなってる丸、×、三角、四角がザラザラしてる面にね、施されています。きめ細かい。ではですね、デュアルショック4と比べてみます。まあこういった感じで比べてみても、若干ね、大きい感じがします。ただボタン配置なんかはですね、基本的に同じですので、まあ違和感なく使えると思います。やっぱりね、こう握ってみた感じ、スティックからね、こう LR 系に行く指が少しパツパツになる気がしますね。うん、まあそれぐらい少し大きくなってます。いろんなね、センサーが組み込まれていますので、それはまあ少し大きくなるのも仕方がないんですが、それでいてね、価格を抑えたこのコントローラー、やばいですね。てっきり1万円ぐらいいくのかなと個人的には思っていたんですが、まさかの7000円台ですよ。 PS4 時代とはまた時代が変わりましたんでね、
コネクタもタイプ C に変わってます。デュアルセンスね、非常にね、気にはなりますね。ただこの何もしてない状態だとデュアルショック4と何ら変わらないんですが、プレイステーション5に接続した時に進化を発揮します。やっぱりね、この肝であるハプティックフィードバックですかね。まあジョイコンの進化系だと思います。ジョイコンのね、 HD 振動の方向性は似てると思うんですが、よりこう手のひらにね、いろんな感覚がまあ味わえるというんでしょうかね、そういった感じになってるそうです。まだ PS5 ないんで何とも分かんないんですが、まあ一つそこが大進化してますね。そしてもう一つがアダプティブトリガーというやつですね。まあこのトリガー最大のポイントはですよね、自在にこう変化する抵抗力っていうんでしょうかね。通常ね、何もしてない時は普通にこうなんとかトリガーってね、スーッと押し込めるんですよね。 L2R2 か。ところがですね、まあゲームによってまあいろいろ違うと思うんですが、すごい力でね、押し返してきて、ぐっと簡単に押し込めなくなるわけですよね。まあ抵抗が変わるんでしょうかね。ぐぐっと抵抗が強くなって、まあ強いバネがこちらを押し返しているような感覚になると言われています。早く体験したいと思いますけどね。まあそういった感じで、まあね、プレイステーション3ぐらいからもうフル HD もしくは HD 時代に突入していたんで、まあ3台続けて、まあ大体フル HD で見てる方が多いんじゃないでしょうか。となるとね、あんまりこう見た目の変化、まあ実は結構オブジェクトがね、細かくとか、まあ物理エンジンが効果的に使われていたりとか変わっているんですが、多分まあ普通の人が見てると、ああ綺麗だとか、そのぐらいの驚きが随分減ってきちゃったと思います。まあそういった中でね、こうコントローラー系に力を入れてきたのは、まあある意味任天堂路線に少しなっているのかなと思います。よりね、あの HD 振動を進化させた今回のデュアルセンス、非常に気になります。今回購入したのは、もともとね、プレイステーション5本体を買うとついてくるデュアルセンスと同じものですね。追加用です。でここからはおまけなんですが、まあ自分ね、まだ PS5 持ってませんので、デュアルセンスだけあるんですが、まあ置いておいてもしょうがないんで、まあなんかせっかく Bluetooth なんでね、繋いでみようということで、まずは Android スマホで繋いでみました。方向キーの上の方にあるクリエイトボタンと PS ボタンを同時に押します。少し長く押してます。そうすると失敗しばらくこう押してるんですね。同時押し、そうするとこのようにちょっと早い点滅でね、 Bluetooth の待機モードになります。そしたら、まあスマホ側、Android 側のね、まあ機器接続、新しい機器とペアを設定するから、あ、もう出てきてる、ワイヤレスコントローラーとしてね、認識してます。ポチッとタップするとペアを設定しますかと聞いてきますんで、まあ設定すると、そうすると接続しましたね。デュアルセンスの方も早い点滅から点灯に変わりました。次はですね、まあ Windows とつなげてみたいと思います。まあ Bluetooth なんでね、まあつながるとは思うんですが、最近はね、簡単につながります。先ほどのクリエイトボタンと PS ボタンを長押しです。お、さすがに慣れたもので、今回は一発でね、待機モードに入りました。ライトバーの青い、まあ点滅が早いやつが出てますね。そしたら Windows 側のね、どれだ、これだ、デバイスを追加する、ポチッと、あ、右側になんかウィンドウが出てきましたね。
入力、あ、来た来た、ワイヤレスコントローラーというのが自動的に来ましたんで、接続をお試し、あっさり繋がりました。繋がったのでライトバーの方も点滅から点灯に変わってますね。もう Windows と繋がっています。ただまあ Windows と繋がっただけなんで、基本的にはですね、あとは、使いたいゲームとかね、例えば Steam だった場合は Steam 側でもコントローラーの設定をしてあげないとダメでしたね。繋がってるだけでは動かせませんでした。まあこんな感じでデュアルセンスでソニック、まあこの手のゲームぐらいであれば問題なく動かせてますね。まあ、もうちょっといろいろとね、複雑なやつになるといたたたたちょっと心配なんですが、ただ振動とかはまだしてませんね。今後ね、対応する可能性があるのかなと思わせるのは、まあ今ね、このデュアルセンスのドライバーというのかよくわかんないんですが、 Steam 側のね、コントローラーを選ぶところにベータ版がね、今デュアルセンスとしてラインナップに上がってますんで、まあ今後ね、正式版になった時にもしかしたら振動だったりデュアルセンスのなんだろう、センサー系も動くようになってくれると嬉しいですね。現状はね、まだね、動いてません。動いてませんというか、ボタン関係は問題なく動きますけどね、センサー系は特に作動してないような気がします。まだねベータ版なんでしょうがないと思いますけども、まあ今後ねアップデートでもしかしたらセンサーとか振動とかもまあ動作するようになるんじゃないかなと思いますけどもね、現状はまだこうベータ版です。まあそれでもこうこのコントローラーを使ってね、今のうちにちょっとね若干大きい気もしますんで、まあ慣れておこうかなと思ってます。はい、いかがだったでしょうかね。 PS5 ない中であえてデュアルセンスをね購入して、なんとなくいじり倒してしまおうという今回なんですが、まあとりあえずね、最大の肝であるアダプティブトリガーとかね、ハプティックフィードバックというのがね、まだね体験できていませんが、デュアルショックにね慣れてきている方ならば問題なく使いこなせると思います。ただ一つ心配なのは、アダプティブトリガーですかね、抵抗力がアップしてトリガーが非常に重くなるやつなんですが、まあ重くなるんで当然負荷がかかりますんでね、疲れるというか、コントローラーをギュッとトリガーを引くと思いますんで、どうしてもねなんか怖いというか、壊れちゃうんじゃないかとか、そういった感じ、あとは疲れそうだとかいろいろまあネット上ではね声が上がってますんでね、まあその辺ねどうなってくるのか、オンオフができるようなことも言われていますんで、まあ場合によってはオフにするとか、そういった感じになるのかなと思います。早く PS5 が来ないかな。ではまた。